カーネーション革命は1974年にポルトガルで発生した軍事クーデター。同革命はヨーロッパ最長の独裁体制、エスタドノボーをほとんど無血に終わらせた。カーネーションが革命のシンボルとなったのでこのように呼ばれる。別名、4月25日、リスボンの春。1933年に成立したアントニオ・サラザールによる 独裁体制は40年以上続いたが、1961年以来植民地のアンゴラ、モザンビーク、ギニアビサウでは、ソビエト連邦とキューバに支援された、独立革命軍との植民地戦争が続いていたため、戦費が財政を圧迫し、1950年代から60年代にかけて、重工業化が推進されたのにもかかわらず、経済状況が悪化、国民が、 生活苦のために、フランスや西ドイツ等のヨーロッパ諸国に流出した。結果、ポルトガルの地位は、西ヨーロッパ最貧国と呼ばれるまでに転落した。植民地を維持するための戦費は、国費の40%に達したが成果は、なかったばかりか。植民地から流入する住民により、失業率が悪化。スラム街が拡大し、 国民の分毛率は38%に達するなど、国力は低下し続けた。1968年にサラザールが病に倒れ、後継のマルセロカエターノは、当初民主化を進める意思を見せたものの、すぐに独裁体制を維持する姿勢に本意した。主として、ポルトガル領ギニアで、泥沼の植民地戦争に含むし、危機感を抱いた国軍の青年将校たちは、 1973年9月に、オテロデカルバーリョ大尉を中心として、大位運動を結成し、1974年3月に、国軍運動に改装、アントニオデスピノラ大将を担いで、体制変革を目指すようになった。1974年4月25日早朝、カルバーリョ大尉に指揮された MFA は、シュトリスボンで決起し、市内の要所を占拠した。逃げ込んだ。 共和国警備隊本部を包囲されたカエターノはなす、術もなく投降し、スピノーラ大将に権力を移譲した。流血は、ほとんどない無血革命だった。カエターノとアメリコトマス大統領は、翌26日に飛行機で、マデーラ島に移送された。その後、MFA を中核とする、旧国軍事評議会が結成され、スピノーラ大将は近く臨時政府を組織すると、 発表した。こうして革命の成功を知ったリスボンの街角は花束で飾られ市民たちはカーネーションを手に兵士たちと交換した。革命軍兵士たちは重厚にカーネーションの花を挿した。1974年5月15日臨時政府が成立しスピノラ大将が臨時大統領に就任した。しかし、 実際に革命を主導した MFA との溝が深まり、9月30日にスピノラは大統領を辞任。フランシスコ・ダ・コスタ・ゴメス大将が大統領に就任して中立的な政権運営を行った。1975年3月11日、権力を奪回しようとスピノラはクーデターを起こしたが失敗、スペインに亡命した。直ちに共産党と結んだ。 MFA 左派の将校たちによって革命評議会体制が確立され臨時政府には社会党や共産党の人士も参加した。だが主導権は MFA にあり主要産業の国有化や農地改革など社会主義的な政策を取った。1975年から1976年までの核派閥の権力闘争は熾烈を極め、 当初は MFA を主導し共産党と結んだカルバーリョや革命初期の首相バスコ・ゴンサルベスそして共産党初期長のアルバロクニャルが主導権を握り大資本の国有化や農地改革が行われたが1975年の議会選挙で社会党が第一党になると社会党と共産党の対立が激化し最終的に中道左派路線を掲げる 社会党が勝利して、MFA 左派と共産党勢力は、1975年11月までに、追放された。1976年には、総選挙と大統領直接選挙が実施され、MFA 恩恵派出身のアントニオエアネス大将が、大統領に就任して、革命はようやく終結した。ポルトガルプロフィールタイムライン。 BBC2019 年6月18日閲覧。ポルトガルの春見たび革命後の選択。朝日新聞1976年4月28日。13版7面。ありがとうございます。